はい、どうも、いちです。今日は、息の吐き方で、息の吐き方だけでその人の声の癖が分かってしまう説っていうね、ちょっと意味深な、ね、内容でお届けしていくんですけど、これすごいシンプルでちょっと試してみてください。こんな感じでまず息を、一定に吐いてください。で、これができたらその後ですね、これに続いてちょっと腹圧を強くしてほしいんですよね。ちょっと息を強めに吐いてほしいってことです。はい。で、この時にね、てかもうこの強くした、この強くするやり方だけでもその人の声の出し方、声の癖がね、分かってしまうんですよ。どういうことかと言いますと、今からいい例悪い例両方やります。まずいい例から。次悪い例。なんか違い分かりましたかね。もう一回いきますよ。これがいい例、悪い例。ちょっと悪い例の方が窮屈に聞こえません？なんかこうすごいなんか苦しそうな感じに聞こえるじゃないですか。これ何やってるかっていうと、前半のいい例の時っていうのはこのね、お腹からこの上のね、ここはね一切力入れてません。しっかりと空気吸ってお腹をこう張ってる状態です。これがいい例のやり方なんですよね。次悪い例、どういうことをやってるかっていうと、ここのね、この空気の通り道を細めてるんですよ。なんかこうホースをギュッて締めてプシュッて出してるみたいな、そういう感じです。なのですごいここら辺がね苦しくなるんですよ。で、このね、ここで締めるっていうのを腹圧だと勘違いしている人が結構多くてですね、腹圧っていうのはここで締めちゃダメです。ここは変えない。お腹のこの張りを使って強くしていく、こっちの方向にやっていかないと、じゃあ実際声出していくときに、例えば音階を上るときとかですよね、まあ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 みたいなってときに、こっちでやっちゃう人はまあ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 ってこうね、苦しくなってくるんですよ。けどこっちでやってると、まあ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 、結構喉締まりにくくなってくるんですよね。うん、なのでこの息の吐き方一つ、よくこうボイトレの教室とかでスケール練習とかリップロール練習とかすると思うんですけど、そもそもリップロールとかスケールって息がないと出ないじゃないですか。息が出ないと声って出ないと思うんですよ。うん、なので、でもその息の吐き方の時点でもうここ締めるっていう癖がついてる人っていうのは、もうね、腹筋を固めちゃったりとか、こう体をこうね、ギュッ、筋肉ってギュッて閉じ込めたり、こう萎縮させるっていうのと、ふってこうさ、こうなんていうの、こう張る感じ、こうふってこうリラックスさせて伸ばす感じ、この2つの動きがあると思うんです。で、腹圧がうまくかからずに喉閉まっちゃう人っていうのは、こっちじゃなくてこっちで固めちゃってるんですよね。スーって感じで、だからあーって感じで上がどんどん詰まってくるんですよ。そうで、こっちで慣れちゃってる、こっちの呼吸法だったり、こっちの息の強さのやり方でやっちゃってると、ここで詰まって閉鎖がね、過剰になっちゃったりとか、まあ、そのせいでファルセットとかウィスパーとかみたいな柔らかい裏声とか柔らかい声がなかなか出せないっていう状態に陥っちゃってると思うんで、そういう人はですね、いきなりそういう練習をね、声出しの練習をするっていうか、今ねコロナの時期で自粛だと思うんで、皆さんこの自粛の期間に家でも全然できると思うんですよ。だってスッて言うだけなんでね、これで近所迷惑だったらとんでもないですよね。そうだからね、これを無限にやってほしいんですよね。で、これでスッてやってる時にもうここに力が入っちゃってる時点でダメです。これ録音とかして自分の息の入ってる音とか聞いてみてください。昨日の動画でもちょっとだけ最後に言ったんですけど、耳が悪いと出してる声とかやってるやり方の良し悪しの判断がつかないので、もしくは耳が悪いとその YouTube の動画とか見ても何が良くて何が悪いのかみたいなのもね、耳で判断するわけじゃないですか。全部自分の耳で判断していくわけですから、そこも養っていかないと、同時になんかこう体の使い方とか声帯
体の調整、なんかチェストとヘッドとかいろいろあるけど、普通に耳の調整もしてあげないと、なかなか歌ってうまくならなかったりとか、音程が合ってこなかったりするので、そういう感じでね、ちょっとね、この自粛の時間をそういう地道な練習に使ってみてはいいんじゃないでしょうか。そういう感じにやってもらえればね、なんかこう、すごいいい時間の使い方になるというか、上達していく上で一番地味な、ね、トレーニングになってくるんですよ、呼吸の練習っていうのは。でもそれをこの自粛の期間にやっておけば、その後にね、カラオケ開放になってね、学校解禁になったりとか、ライブができるってなった時にすごいね、新しいこう基礎力が身についてると思うんで、そういう感じでね、ちょっとトレーニングをしてみてください。してみてください。はい、じゃあ、今日の動画は以上です。なんかこう参考になるな、ためになったな、新しいこと知れたなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、今日は以上になります。ありがとうございました。